温泉宿の霊ホテル小防、美しが原温泉は、長野県松本市にある温泉。松本市の郊外、標高800メートルの山麓に温泉街が広がる。美しが原高原とは、直線距離で十数キロ離れている。歴史ある温泉街であり、古くからの町並みが残り22軒の宿がある。この町並みは、松本市景観百選にも選ばれている。 共同浴場は2017年現在一件で白糸の湯が存在する。歴史は古く、平家は奈良時代である。日本初期にも、タバカンの温湯という、美しが原温泉と推定可能な記載があるという。品の国地みとこれまさに随行した、歌人みなもとがタバカンの湯について読んだ歌が後、周囲集に収録されている。江戸時代は、松本藩の御天湯である。 山部茶屋が置かれた。温泉名が、美しが原温泉になったのは、昭和30年代に入ってからで、それ以前は、白糸の湯、山部の湯、田馬間の湯という名称で呼ばれていた。白糸の湯は、共同浴場へとその名が受け継がれている。1983年3月28日、環境庁国時代27号により、国民保養温泉地に指定。 松本市里山部のふれあい山部館内にある、美しが原温泉で、唯一の共同浴場。湯は、透明、無味無臭、泉室は、弱アルカリ性単純温泉、源泉の温度42.2度、湯室量130リットル、分。4つの源泉を混合して供給されている。研修室、展示室ふれあい山部館の2階には、研修室が、備えられており。 調理実習やそば打ち体験ができる。展示室では、美しが原温泉の歴史や自然環境に関する資料が展示されており、会議等に使用できる。ありがとうございます。